要は楽でいたい以外の目的なんか持ち合わせちゃいないもの。だからいつも笑っていられるし、目的に縛られて自由とゆとりを失うこともない。それは逆に言えば、いつでも自由な発想で何でもできるってこと。人の欲望は満たされた瞬間消滅するわ。欲のために生まれた目的がシャーマンキングなら、それを果たした後、その人は何をしてくれるのかしら。要は何があっても要でいられる。だから私はそんな要を愛してる。愛。だから私は、要は必ずシャーマンキングになれるって信じているのよ。何がおかしい？諦めて楽になる方法でも見つけたのか？誰が諦めるかよ。オイラはそのトーテムなんとかを受けてやるっつってんだ。なぜだ？君は死が怖くないのか？死ぬのなんか怖くねえ。阿弥陀丸だって死んでんだからな。ただ諦めて楽になるくらいなら、死んで楽になった方がマシってだけだ。今諦めて楽になっちまったら、一生楽じゃいられなくなる。なるほど。なんとかなるが君の魂のあり方だったな。よかろう。ならばこのテスト、全身をもって受けるがいい。くらえ、トーテミックソウルブラスト。行くぞ阿弥陀丸。体で覚えたぶったけーだ。のことはやった。それに浮力のことも分かったし、何より死なずに済んだ。まあいいこと。心配するな。彼は浮力を使い果たし、少し疲れただけだ。何せ私に届くほどの浮力だったのだからな。届いたと、まさか。ああ、彼は合格だ。